はい、花屋龍馬シリーズご覧の皆様こんにちは。そして花屋龍馬さん、結婚についてのね、非常にいい動画でしたね。というのが、花屋龍馬さんの考えている結婚観と私の結婚観が結構似ていてですね、まあよく言われますよね、結婚したら人生の墓場だとかね、自由がなくなるとか、好きなことができなくなるとか、まあお金の問題が起きてくるとかね、お小遣い制だとかありますよね。それからあと時間がなくなるとかっていうのもあったかな。まあ、これね、それはあれじゃないですかね、結婚する、まあいわゆるね、私は男なんで男目線で言いますけども、男の力量次第ですよね。結婚して自由がなくなるかっていうと、私は全然自由なくなってない。結婚する前とした後って全然変わらないです、自由度に関しましては。いや、むしろ自分の人生に結婚生活の喜びや楽しみ、家族ってものが参加したことによって充実度は上がりましたね。もうワクワクしますね、毎日毎日。本当に何回もこれ言いますけども、奥さんにときめくって感じは毎日ありますね。で、まあ子供ちゃんもね、可愛いしね、大和くんもね、で大和くんが一生懸命何かやろうとしたら、もうね、こっちも一生懸命だしね。なんかね、そのスマホで撮影する写真の9割が大和くんになりましたね、今はねで好きなことができなくなるって言いますけども、いや、家族と一緒に過ごすことが好きなことの、なんかナンバーワンですよ今で。プラスその家族ができる前とか結婚する前にやっていた好きなことは相変わらずやってますよね。相変わらずやっていて、そのボリュームは高まる一方です。ですので結婚してから自分のやりたいことが減ったかっていうと、むしろ増えましたね。結婚してから私はね、1000冊ぐらい漫画買いましたね。こち亀の200巻まで買ったりとかね、スーパードクター K も全巻買って、外伝も買ってみたいなね、小説もむちゃくちゃ買ったりとかで、全部読むわけですよ。で、大草原の小さな家って昔のホームドラマ、ナイトライダーっていうホームドラマ、銀河鉄道39、宇宙戦艦ヤマト全シリーズ、東証ダイモス、宇宙戦士バルディオス、ダンガードエース、その他ね、アニメでずっと見てなかったやつは全部見ました、一日中。で、最近はブルーレイを、その名作のね、 YouTube 見てると映画の名作を紹介してくれる、そういった動画があるんですよ。で、その紹介を見るにつけ、すぐにでブルーレイを買ってね、メルカリで500円とか1000円なんで、であとはAmazon プライムで見たい映画はもうほとんど見て、もう見るものがなくなっちゃいました。そのぐらい自由に過ごさせてもらってますよね。で、お金の問題もありますけども、まあ家計に傷をつけないように私も結構自由にお金使ってますね。あ、自由にお金使うともそんなにね、バカ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 買わないって言っても結構買ってますね、結構ね。私もちょっとここで金額は言うのははばかられるんですけども、結構お金使ってるんですよ、こう見えても。いろんなものを買ってね、多分目の周りにあるものだけでも、こうやって、まあ、カメラもね買いましたけどもね、他にもね、なんかこの前ステンレスのこういうの買いましたし、とにかく買いますね、むちゃくちゃ買います。サプリメントとかね、こういうのとかね、携帯電話とかも買うんですよ。で、これね、ここにつけるカメラも買ったりとかね、まあ、むちゃくちゃ買いますね、もう物は。まあ私の場合は法人経費ということで、会社の経費という立て付けで買ってるんで、まあ会社の経費とね、会社の利益と相殺なんで、まあそんなにね、普通一般給料から払うって感じじゃないんですけども、ただ家計の方も、じゃあ何かを切り詰めてるかって言ったら、そんなことなくて充実してるわけなんですよ。むしろそういう風にするために、まあいろいろ頑張るわけだし、その下地ができたから、結婚もできるなと思ったわけなんですよね。で、私は40歳まで結婚を全く意識したことがなくて、それは全然金がなかったし、自分の、対人関係もめちゃくちゃだったんで、特に女性関係は本当めちゃくちゃだったんで、絶対結婚したらダメだと思ったんですよね。でも今はもう本当に奥さん一筋っていうかね、もうそれ以外にエネルギー使わないぞって。特に女性に関しては、自分の奥さんがいて、それ以外の女性がいてみたいな感じですね。本当にこれは一部の方には申し訳ないんですけどもだからね、時間がなくなったりとかってのはないですね。でも、なんせ毎日家族を楽しむっていうんですかね、家庭を楽しむというか、そういう感じですよね。で、いまだにその奥さんに対して、まあ口説いたりもしてないんですけども、毎日ね、いわゆる、すごく、まあ、甘い言葉はね、だいぶ出るんですよ。私はもともとそういう風なね、きざったらしい言葉とか、女性を褒めたたえる言葉ってね、すらすら出てきちゃうんで、今でも出てますね。奥さんにやっぱりこうね、まあ可愛いだとかね、愛してるって言わない日はないですね。言わない瞬間がないですね。とにかくなんか1時間ごとに言ってるみたいな感じで、断るごとに。で、デートもきっちりしますしね、デートプランもいつもパーフェクトだと私思ってますね。やっぱりバブル世代っていうのか、
ロスジェネ世代はデートが上手なんでしょうね、きっとね。あのそういうふうなホットドッグプレスみたいなのが出てたりとか、なんかね、昔だったらカセットテープに自分の好きな音楽をこうやってね、ずっと編集して作っといて、でデートのたんびにそれを流すみたいな感じもあったりね、なんか涙ぐましいわけですよ、デートの下見とかするのとかね。だから未だにデートもするし、でグルメもするし、プレゼントもしっかりしまして、昨日もね、奥さんに内緒で服のプレゼントを何着も何着もね、こうコソ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 やりながらこう通販で買って、まあかなりの金額ね、こうバーンとね送ろうかなと思うんですよ。やっぱり自分の奥さんがそのいつも可愛らしい服、新しい服を着て楽しく過ごしているところを見るのは何よりものエンターテインメントだと思いますし、何よりものね、私の喜びでもあると思うん で奥さんを魅力的にするために、まあ男性としてはいろいろ尽くしちゃうみたいなね、それはもう自分のためであり奥さんの喜びのためでありね、全部が笑顔になるためだと思うんですよ。それはやっぱりね、世の男性にもできることだと思いますんで、もちろんね、その時間とかお金っていう問題を解決しないとできない部分が多いと思いますけども、私も何もね、贅沢ばっかりしようと思ってるわけではないんですよ。やっぱり人生についてね、真面目に考えたりとか計画したりとか緻密にやったりとかね、それからまあ最近はね、家族が寝静まった時に作業をむちゃくちゃするみたいなこともありますんで、それこそね、2時とか3時の深夜に起きて朝7時とか8時ぐらいまではもう爪でやってますよ。それもね、そのいわゆる仕事をやるんですけども、家族のためにできる仕事だと思ったらね、ワクワクしてね、何一つ嫌な仕事はないですね。しかも YouTube ってものを使って、 YouTube の画面の向こうにいつもね、私の大好きな人ばかりいるんですよね。花屋レモンさんとかその他の方とかね。だからね、何かにストレスを感じるってことは全くないですね、この結婚生活で。記念日とかもね、もう勝手に設定して記念日っていうのを演出して作ったりしますし、もう家の中をいつもパーティーにしてますね。もうで、家事とかもね、私ね、ずっと一人暮らしだったんで、家事とかって全然ストレスがないんですよ。家事とか掃除とかね、洗濯とかね。だからもう、なんか私がもう率先して、まあ、やるっていうのはちょっと恩着せがましいんですけども、もうとにかくね、家庭をやるのは楽しいですね。もう主婦業です、完全に。でいてビジネスもやると、で奥さんにも感謝したりとかね。まあ可愛いですね、やっぱね、こう年がだいぶ離れてるのもありまして、17、8年が離れるともうね、自分の娘みたいな感覚もあるし、もう今でもとっても可愛らしくってね、50前の私がね、もうなんか、すごいいいですね。でなんか相当私の思想にも染まってきたのかなという形でまあなんか気も合うしね、なんかとってもいいなと思っております。まあこんな感じでね、まあお話ししましたけども、40歳から私もちょっと人生をやり直すためにビジネスを始めて、その頃40過ぎて出会った彼女と、まあ結婚して子供ができて、家庭ってものがね今ありまして、しかも毎日本当に24時間べったり一緒にいますからね、毎日ですよ。だからね、どこに人生の基盤を置くかってことを選び間違えるとね、とんでもないことになるなっていうところは客観的にあります。私はだから二十歳ちょっと過ぎた大学を出る頃って、洋服の青山か洋服の春山ね、あそこに入社したくてしょうがなかったんですよ。アパレルに行きたくてしょうがなかったんですよ。でも今当時ね、私はアパレル全部落ちましたけども、当時華々しくそういうところに就職した仲間たちは今大失業の嵐ですよ。本当にね、家のローンもまだ20年以上残ってるのに、もう任意売却しようかって話になってきて、私のところにも相談に来ますし、私がね、弁護士とかを、司法書士とかを紹介したりとかって、もう非常に心苦しいと言いますかね。で、まあ、ビジネスをやっぱね、やっていこうぜって言っても、今までね、会社の指示を受けて、ミッションをクリアして出世してきた彼らですから、じゃあ自分がね、看板になって、自分が集客をして、自分が商品を作ってっていうのは、今からだとかなりね、難しく感じるでしょうね、きっとね。だから何が幸いするか分からないんですけども、当時就職がうまいことできなかった私だからこそ捨て身にもなれるし、それ以上悪くなることを恐れずに何でもできたんですけども、そこそこ生活の基盤が一部上場企業っていうものがね、足がかりにあると、もしかしたら守られてる分だけ攻めにくくなっちゃうのかなって気もするんですよ。分からないですけどね。まあそういうふうな会社の中で揉まれてきた彼らなんで、絶対にこんな状況も打破してくれると私は思いますけども、でもちょっと今この瞬間の姿を見るととっても悲惨で、去年の今頃はまだ全然余裕だったわけですよね。
何にも考えてなかったんですよ。それこそ来年の抱負はみたいなことを語ったりとかね、来年こそは次長になるんだ、部長になるんだみたいな感じだったと思うんですよ。給料も上がっていくぞみたいな。で、新築を建てたやつもいますからね。ところがもう1年経つとこのありつまという、それこそ未曾有の時期ですよね。いや、すごいなと思いますよ。で、それでご質問何でしたっけ。親バカ話、まあ、親バカね、ありますね。大和くんはやっぱりすごく優秀な人間になるんではないかなってやっぱり思っちゃいますよ、親だからね。で、私は来月からインターナショナルスクールに通わすことにしてて、ちょっと費用は高いんですけどね、私の行ってた大学並みに費用かかるんですよ。まあでも自分の今の状況だったらそこは分不相応でもないかなと思うんで、もう入学手続きをしてね、来月から通ってもらうことになるんですけども、まあ大和くんに関しましての親バカっていうとね、今まではずっとね彼女ののろけ話です。ここから親バカ話ですけども、まあ、私は大和くんが二十歳になる頃にはもういないんじゃないかなと思うんですよ、私自身がね。もう命は尽きてると思うんですけども、膨大な YouTube っていうこの遺産がね、大和くんを育てると思います。まあ、それが何よりもののろけじゃないですかね。のろけっていうか、その親バカじゃないですかね。私はだから YouTube を量産する中で、この私の考えとか私が生きて動いている姿っていうのを多分ね、他の人よりもたくさん残せてると思うんですよ、今の時点で。それこそ40歳から48歳になるまでの私のこの1万本以上の動画がずっと大和くんにね寄り添って、彼を励まして、彼をたしなめてね、彼と共に生きていくんじゃないかなと思います。当然ですけども、私の FX の動画を見れば大和くんは優秀なトレーダーになると思いますし、まあ、生きてるうちに私が直接指導してバリバリのね、まあ、トレーダーにはできると思いますし、ビジネスのプロフェッショナル YouTuber にもなれると思うので、もう今ね本当に自分がやってきたことが全部ね相続させてあげれるなと思うと、なんかそのワクワクしかないですよね。で、これはね本当に耳障りな自慢話に聞こえてしまうかもしれませんけども、でも今日はちょっと言わせていただくと、私は自分がやってきたことは本当に良かったなと思うんですよ。これは自己肯定させてもらいますけども、一つの言葉にまとまるとね、なんていうのかな、子供の運は親の努力、親の実績っていう感じですかね。これはちょっと一部の方にはすごくね辛い言葉になるかもしれませんけども、ちょっと今日は言わせていただきます。人の目をはばからなくね、親の残してきたことっていうのは全て子供の運になるんですよ。ってことは、親があんまりできないと子供はそっからスタートになっちゃう。で、ひどい時にはそっからね復活できないかもしれない。その可能性は非常に低いかもしれないんだけども、でも私は今までこのね40から48の短い時間ですけども、そこで積み上げたものって全部ねプレゼントできるのが、いやーなんかやっててよかったなと、自分のためだけではなかったんだなと、熟成さんのため、世の中のため、社会のためでもあるし、実は自分の子供のため、家族のためにもできるんだと思ったら、いろんな意味でねもう自分がねここまでやってきたことを自画自賛してあげたい、褒めてあげたい気持ちでいっぱいですね。まあ、だから若い方には、ね、花よるまさんみたいな方には強く申し上げたいんだけども、自分一人が幸せになるだけではないです。これは他の人にも幸せを分けてあげれるんですよね。で、これがすごいことだと思うんですよ。 YouTube をやったらこんな世界が待ってるよっていうのを実践してるわけじゃないですか、花よるまさんもね。だからね、そういう姿を見て、ものを思う人が、女性がね、花屋龍馬さんのところに来れば、今の自由とか感覚とかっていうのを失わずに結婚は恋愛はできると思いますし、失うどころかさらにボリュームアップしますよ。なぜなら彼女と過ごす幸せな時間とか、家族で育む数々の思い出っていうのは、そのまんま花屋龍馬さんの発信するコンテンツになるわけですよね。そんなね、愛し合ってる家族を見たくない人がいるわけ、どう言ったらいいんだ見たくないわけないですよね。だって殺伐としてる家庭を見たい人って本来はいないんですけども、残念ながらいるんですよね。自分よりも悲惨な暮らしを送ってる人を見て安心すると、これ確かにいるんですよ。でも花屋龍馬さんが幸せで楽しい恋愛生活、結婚生活を送ってるところを見たいって人は、人の幸せな姿を見たい方ばっかりなんで、きっと気が合うんじゃないですか。それが本当の花屋龍馬、神への道だと思うんですよ。ということで、うまくまとまったかな。以上でございます。